リック・オーエンス、ルード、ヘロン・プレストン、ストリートのハイブランドが勢ぞろい、成功者が身にまとう服のブランドは、皆さんおはようございます。さまざまなアーティストのファッションを紹介する企画、ファッション・オブ・アーティスト、今回で第11弾であり、今回は武道館横浜アリーナにてライブを成功させたバッドホップのファッションを紹介しようと思います。バッドホップを知らない人はいないと思いますが、まずはバッドホップの簡単なプロフィール。バッドホップは2014年に結成され、現在8人で活動するラップグループ。メンバーのほとんどは神奈川県川崎出身であり、地元の友達同士で作り上げた彼らの楽曲は今や世界でも注目されています。そんな彼らのファッションで自分が個人的に印象に残ったものを紹介していこうと思います。まずはこちら、横浜アリーナにて行われた無観客ライブの際にワイザーが着用していたセットアップです。この服は世界屈指のハイブランド、リック・オーエンスのアイテム。このブランドはデザイナーであるリック・オーエンスが1997年に自身の名を掲げ立ち上げたファッションブランドであり、そのダイナミックなデザインが注目されたちまち有名になり、モードを語る上では欠かせない王道ブランドとなりました。ワイザーが着用しているのはそんなリック・オーエンスのセットアップであり、気になるお値段、総額40万円超え、軽自動車が買えます。次はこちら、フットゴスペルの MV にてバークが着用していたセットアップ。これはヘロン・プレストンのアイテムです。ヘロン・プレストンはサンフランシスコ出身のアーティスト兼デザイナーである天才ヘロン・プレストンが2017年に設立したブランドであり、独特で遊び心のあるデザインが人気を集め、トラビスなど有名人がこぞってヘロンのアイテムを着用しています。名前を知らなかった人でもこのロゴに見覚えのある人は多いのではないでしょうか。そしてバークが着用しているこのセットアップ、気になるお値段20万円、ユニクロの T シャツが200枚買えます。そして最後はこちら、 T バブローがインスタにて投稿していた写真です。彼が着用しているこのロン T はルードのアイテムです。ルードはデザイナーであるルイージ・ビラセノールが2013年より始めたロサンゼルスを拠点とするストリートブランド。ルードのアイテムにはどこかロックの雰囲気を感じるアイテムが多く、新しいストリートブランドとしての地位を築いています。ちなみに T パブローはフットゴスペルの MV においてもルードのアイテムを着用しています。そんなルードのこのアイテム、お値段4万円、やっと手が届きそうな価格のものが出てきました。以上、今回はバッドホップのメンバーのファッションの一部を紹介しました。一本では紹介しきれなかったので、好評であればまた続きも動画にしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。少しでも発見があったなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございました。